種まきジャーナル今日の特集です。今日のテーマは急増する認知症、祖父母と向き合った日々ということで、お送りをします。池田さん、まず番組ね、冒頭でもお伝えしましたけれども、はい、今認知症の高齢者の数が推計で305万人に上るということで、65歳以上の人口のおよそ1割ということで、10人に1人、高齢者の10人に1人が認知症という時代になりましたね。あの2025年にはね、470万人に達するという予測もあるんですよね。はあ、つまり超高齢社会になってたら、まあ、まあ言えば誰もがその避けられないというか、そういう誰もがなる可能性があると認知症に、だからその認知症の問題を直視しないと、これはあの超高齢社会の中で、なかなかあの重要な課題になっていると思いますね。あの厚生労働省が来年度から認知症対策の5カ年プラン、はい、オレンジプランというのを始めるということなんですけれども、ちょっと遅ればせながらというところもあるんでしょうが、3年前からイギリスなどは、国家戦略としてこの認知症に取り組んでるんですよね。そのイギリスをモデルケースにして、厚生労働省は考えてるんですが、そのこのプロジェクト、厚生労働省のプロジェクトチームっていうのがあるんですけども、そのプロジェクトチームの報告書でもですね、まずはその認知症というものについてですね、その厚労省でさえですね、当時はその、なんていうんですか、その、認知症になれば何もわからなくなる、恍惚の人になるというような、まあ、あの、病気だと考えてましたと、でそれでその徘徊するだとかですね、大声を上げるだとか、そういうあの、まあ、暴力振るっていうこともそうなんでしょうけども、そういう症状だけにその目をやっていた、つまりそれで不当な扱いをしてきましたと、その反省に立ってあの我々はその、政策を行っていかなければならないというのが、はい、まあ、歌ってるんですよね。はい、本当に認知症の方、うん、そして認知症の家族を介護される方は、うん、一体何を欲しているのかということで、背景にはね、あの精神科の病院に認知症の方で入院される方がこの10年余りの間にも倍増して5万人以上ですか、になったんですよね。で厚労省としてはそういう精神科の病院ではなくて、住み慣れたその在宅というか、まあ、家、環境に、でケアできないものなのかということを目指したいということなんですけどね。はい、今日は今からですね、神様が作った病というですね、これは角川マーケティングということから発行されている本なんですけれども、コミックエッセイですね、こちらをお書きになりました。実際にあの認知症のおばあちゃんの介護を行った経験をお持ちの作家でイラストレーターの杉山夏子さんにお話を伺おうと思っております。杉山さん、こんばんは。こんばんは、よろしくお願いします。毎日放送の千葉でございます。今日は毎日新聞の池田さんと一緒にお話を伺ってまいります。池田です、よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうも。まずですね、杉山さん、この お書きになったご本のタイトルが神様が作った病ということなんですけれども、どうしてこういうタイトルをつけようと思ったんですか？はい、そうですね、やっぱりその認知症という病気が、あの本人は生きていてもうずっと前から知っている、あのおばあちゃんとかおじいちゃんっていう相手なのに、はい、あの欲をなくしてしまって、もう私のこともわからなくなってしまうっていう、はい、あのそういうのってすごく悲しい、あの病気じゃないですか。でそういう病気を一体何のために神様は作ったんだろうかっていうことを、あのすごく自分の中で考えていて、で、あのそれについてのちょっと答えを出したかったっていうことがあって、そういう名前を最初に出させていただきました。でこのエッセイには、あの認知症のおばあちゃんのことと、それから杉山さんとの関わりが、いろいろ書かれているんですが、はい、あのおばあちゃんの認知症の最初の兆しっていうのはどんなものだったんですか？まず、あのその最初に、あのすごく怒りっぽくなったんですよ。はい、
なんだかちょっとしたことですごく怒鳴ってきたり、わがままになってしまったというか、うん、でそれが最初は単に性格のせいかなって思ってたんですよ、はい、認知症のせいではなく年が変わるとやっぱり性格もだんだん変わってくるから、そのせいで、ちょっと最近怒りっぽいよねとかそういうふうに考えていたんですけども、それが認知症のせいって分からなかったんですね、うん、だからちょっとしたことでもう本当怒ったり泣いたりして困るよねって言ってたんですけども、うん、それがだんだん話さ口を聞かなくなったりとか話さなくなってきてだんだんちょっとおかしいんじゃないっていうことで、で調べてみたらちょっと認知症だっていうことになって、うん、でその時に胃に穴が開いてたんですよ。胃ですか？胃に穴が。はい、おばあちゃん自身もすごく、うん、ストレスだったみたいで、その自分自身がどうなっているかっていうのを自分自身が把握できていなかったみたいで、うん、でなおかつその感情が抑えられなくてこうわがままになってしまったことで、やっぱり周りの人はちょっと離れちゃうじゃないですか、はい、でそれでちょっと精神的にも辛い思いをしてしまったみたいで、多少鬱っぽくなってしまったみたいで、痛いようになってしまっていたんですね。杉山さんね、厚生労働省でさえその認知症に対する理解というかその知識というかね、なかなかそのおぼつかないところがあって、実はその多分杉山さんのおばあちゃんは認知症の症状がかなり進んでたでしょうかね。つまり認知症っていうのはその決してその感情がないんじゃなくて、そしてまたその様々な能力も保ちながら認知症になっている方っていうのは多いんですよね。だから余計ストレスも溜まるんでしょうね。そうだと思います、うん、やっぱり本人が一番不安だと思います。ですね、うん、やっぱり記憶が自分の中でなくなってしまって、周りの人のこともこの人誰だろうって分からなくなってきてしまうわけですから、認知症だとやっぱり早く分かれば、例えば治療面だとか家族の介護の面で、やれることっていうのは多いんでしょうかね。多いと思います。例えば今現在出ている薬でアリセプトっていうものがあるんですけども、はい、ね、うん、その薬は認知症の症状を遅らせることができるんですよ、はい、でそれはやっぱりできるだけ早いうちに飲んだ方がよくて、目がよくて、やっぱり遅いうちに飲んでもあんまり効き目がないというか、もう認知症になってしまっているので食い止めようがないみたいなところがあるんですよ。で、認知症を根本的に治す薬っていうのがもうすぐ海外ではできそうだっていうことは言われているんですけども、はい、日本ではまだできていないのが現状なので、やっぱりその未然に早期に発見して、うん、でそのアリセプトで防ぐっていうことがやっぱり一番望ましいのではないかっていうこと、そうですね、うん、あとやっぱり本人の不安を紛らわせるために精神安定剤などをやっぱ使えたらいいんじゃないかっていうのは思います。やっぱり症状の早期発見っていうのは非常に重要なんですよね。それでどうやってケアするのかっていう体制作りをしないと、早期発見できれば打てる対策も多いんでしょうね。そうですね。やっぱり私の場合は祖母が最初の認知症、母方の祖母が一番最初に認知症になったんですね。なので最初は全然わからなかったんですけども、その祖母がなったことを踏まえて、今祖父がなっているんです
けども、その祖父がなった時にはこれおばあちゃんと同じ症状だねっていうことで、あの早めにちょっと発見できたんですよ。なのでやっぱり最初になるあの身近な人っていうのはやっぱり早期発見がものすごく難しいんじゃないかっていうことで、もう少しあの一般的なあの知識というか認知症に対する一般的な知識をもうちょっと高めていけるように、こう国が何かしら働きかけてくれたらいいなとは思います。そうですね、あの厚生労働省が来年度から始めるその早期発見のチームというのも、その初期に集中的に支援しようというチームですよね。あの、いずれはその全市町村にそういうチームを設けてできるだけ早く発見しようという狙いを持ってるみたいですけどね。そうなんですけども、あのそのオレンジプランについては、はいはい、そのまあ、今現在、あの173箇所ある、あのこう早期発見 を行えるこう医療機関を500箇所まで増やそうっていう試みが、あの書かれてはいたんですけども、そのやっぱりこれが目標って書かれているところが気になってしまうというか、数字はとても具体的に書かれてはいるんですけども、じゃあ具体的にどう実現していくかっていうことがいまいち、そうですね、わからないっていうところが、あの、ありまして、非常にその辺がね、あの人材不足のところありますよね、課題がね。